同志社女子大学なんですけど、ここは昔二条家の跡地だったそうです。この石がね、出土したらしいです。二条家の地下通路っていうのがあるんだ。あー、これって中からは見えないのかな。女子大だし、どうなんだろう。あ、井戸もあるんだ。ここからわかるかな。見せてくれるかな。守衛さんに聞いてみよう。これですね。またこれをいただいて、二条家の、あ、やっぱりここも、これ女子大の方なんだけど、あ、こっちもやっぱり半地下だね。新しい建物なんだけど半地下になって、向こう側の森のとこ、森のようなところは御所です。で、こっちのね、通りは今出川通り。あ、そうです、これこれ。これをね、さっき外側から見てたんだけど、中から見てみたいと思います。二条家のね、井戸のね、跡です。2.5 メートル。そうなんだ。2.5 メートルあったんだね。これガラスに違う。これもそうなのかな。わ、すごい。あ、それが、わかった。そうかそう。これが、何回も、これがね、これが井戸で、こっちが地下通路なのね。これ、この感じ。これ、地下通路入り口ですね。ということでーす。このアーチ、何なんだろう。清和館って書いてある。女子大です。